はいどうも皆さんこんにちは。奈良時代は律令国家として日本が基礎を作っていく時代で、政権争いが激しくなり、さらに複雑になっていきます。複雑すぎると勉強しててやる気をなくしてしまうので、724年の聖武天皇即位から794年の平安京遷都までの70年間を今回の動画で一気に解説をします。大きな流れをつかんでください。まずは奈良時代全体を通していることからです。この頃の勢力は3つに分かれています。天皇家と藤原氏と反藤原氏です。藤原氏と反藤原氏の間で天皇家が利用されているイメージですね。政権担当者は藤原の不比等、長屋王、藤原四兄弟、立花の諸江、藤原の中丸、同郷、藤原の桃川というふうに、藤原氏と反藤原氏が交互に政権交代を繰り返します。中には反藤原氏とは言えない人も入っていますが、こう考えたら分かりやすいから、そのように解説をしていきます。さて、そんな激動の奈良時代、724年に即位したのが聖武天皇です。政権担当者としては長屋王の頃ですね。聖武天皇の即位は当時の日本では大変ショッキングな出来事だったんです。なぜなら聖武天皇は藤原氏の母宮子と天皇家の父文武天皇との間にできた子供だからです。今までは両親ともに天皇家の人が天皇となるのが伝統でした。なのにその伝統を覆して藤原氏の母を持つ聖武天皇が即位したんです。さらに藤原の不比等の息子藤原四兄弟が藤原氏の力をもっと強くするために、彼らの妹であり聖武天皇の奥さんである光明氏を奥さんの中でもトップの存在である皇后にしようとします。当時の政権担当者だった長屋王はそれに反対するんです。それに援護射撃をする形で、反藤原氏勢力は両親ともに天皇である長屋王の家系こそ天皇にふさわしい、そういうふうに主張するんですが、そんなことはさすがに藤原氏が許しません。藤原四兄弟が長屋王を家族もろとも自殺に追い込みます。邪魔者である長屋王がいなくなったので、藤原四兄弟は光明氏を皇后にすることに成功するんです。そうやって藤原四兄弟が力をつけて政権担当者となっていくんですが、彼らは天然痘で死んでしまいます。突然4人も権力者を失った藤原氏は力が弱まっていき、次に政権を握ったのが立花の諸江でした。彼は遣唐使として唐で最先端の文化を学んだことのある吉備の真備と玄宝を側近として政権を担います。しかしここで事件が起きるんです。藤原の広継の乱です。彼は吉備の真備と玄宝を政治から外せ、そういう風に主張して九州で反乱を起こすんですが、失敗をします。そんな権力争いに使えたのか、聖武天皇は天下の民で死ぬ者が実に多い、私の不徳の致すところだ、そういう風に言って何かから逃げるように引っ越しをし、すがるように宗教にはまっていきます。そうやって平城京から国京、国京から何輪宮、何輪宮から信楽宮へと引っ越しを繰り返し、最終的に奈良の大仏を作るんです。この頃に活躍したのが行基ですね。まあもちろん引っ越しと宗教で社会が良くなるわけなんかなく、逆に都と大仏を作ったことで民衆は疲れてしまいます。さらに律令をガン無視した制度の墾田永年私財法なんかも制定しちゃうので、律令国家が崩壊していきます。そして最終的に聖武天皇は娘である光顕天皇に上位して出家をするんでした。すると天皇家に残った有力者は光明皇后と光顕天皇です。彼女たちとつながりの深い藤原の中丸が力をつけてくるんです。これが面白くない反藤原氏、立花の諸江が死んだ直後にその息子立花の奈良丸がまた両親ともに天皇である長屋王の家系こそ天皇にふさわしい、そういうふうに主張して反乱を起こそうとするんですが、計画がバレて逆に殺されてしまいます。そうやってまた藤原氏の時代が来るんです。そして758年光顕天皇が母光明皇后の病気の看病を理由に上位、順仁天皇が即位します。彼は本来は天皇候補として名前が上がるはずはなかったんですが、藤原の中丸にとって都合のいい後継ぎだったので選ばれました。順仁天皇は中丸に大きな恩がありますよね。そうやって中丸はやりたい放題、ところが大したはずの光顕上皇が病気だった時に道教というお坊さんが看病してくれたらしく、あまりにも仲良くなりすぎていたから藤原の中丸が順仁天皇として注意をしてもらいます。しかしそれに対して光顕上皇が大激怒、藤原の中丸と順仁天皇対道教と光顕上皇という対立が起こります。結局勝利するのは道教と光顕上皇です。
光顕上皇は長祖して聖徳天皇となります。そして神様から道教が天皇にふさわしい、そういう風な神託が出たといって道教を天皇にしようとする宇佐八幡宮神託事件が起こるんですが、結局はそれは失敗し、聖徳天皇が崩御して後ろ盾がいなくなった道教は島流しになります。聖徳天皇は独身だったので後継ぎになる天皇はいません。邪魔な道教もいなくなったし、藤原氏に都合のいい皇族である弘仁天皇に即位してもらい、藤原の桃川が政治担当者となります。ここで注意すべきなのは、今までの天皇は天武天皇の子孫だったんですが、この弘仁天皇から天智天皇の子孫となる点です。そして弘仁天皇の後を継いだ桓武天皇は平城京を捨てて遷都しようと考えます。平城京は天武系の都で、寺院や貴族との癒着がひどかったんです。そのため新しい一歩を踏み出すために寺院や貴族を置き去りにして天智系の都を作ろうとしました。ということで藤原の胤嗣を都造営の責任者として長岡京を作らせて784年に遷都をします。しかしその藤原の胤嗣は遷都の翌年暗殺をされます。この暗殺事件の犯人として多くの人が処刑されるんです。これで一件落着、長岡京で頑張っていこう、そういうふうに思ったんですが、皇后が死んだり病が流行ったりします。当時の人々はこれを処刑した人たちの怨霊が呪っている、そういうふうに考えたんですね。ということで明野清麿がもう一度都を移すべきだ、そういうふうにアドバイスをして平安京へと遷都をするんです。さて今回の動画では聖武天皇から桓武天皇までの大きな流れを一気に解説しました。次回からはこれらの時期に起こった事件や活躍した人物を詳しく解説していこうと思います。それではまた次の動画で。